お兄ちゃんたちこんにちは。お前らこんにちは。前回の雑学講座で、社会福祉の歴史を扱ったけど、お兄ちゃんのご感想は？そうだな。とりあえず、経済はほっとけい、じゃ済まないのはわかったわ。経済発展すれば、それに伴って産業間の人の移動が起こり、失業者が出るっていうのは、昔から変わらないのよ。だからこそ、成長政策と一緒に再分配政策。つまり、セーフティーネットをどう張るかっていうのは、車の両輪で考えるものなの。そこらの経済議論とか見てると、大体はどっちか一方に偏ってる感じだよな。そのあたりも、バランスって大事なのよね。それに絡んで、今回は福祉政策を行う場合の、注意点を解説するわ。それでは、ゆっくり妹の経済学講座。始まり始まり。政府が貧困層への生活支援を行うとき、貧しい人々の所得が増えたとしても、それまでの政府援助が打ち切られることで、結局は貧困状態から抜け出せない悪循環のことを、貧困の罠というの。これは開発途上国の低所得者が、いつまで経っても生活水準を向上できない、理由の一つとされたんだけど、昨今では、先進国の社会保障制度によって、そこに留まってしまう滞留現象にも使われるわ。要するに、働いたら負け状態ってことか？そうね。典型的なのは生活保護制度なんだけど、生活保護費が過不足のない金額の場合、働いて収入を得るより、実収入が高くなることがあるの。生活保護制度は、働くとその分だけ生活保護費が減らされることで、働き損になることが指摘されてるわ。実際には、働いた分の全てが減らされるわけじゃないんだけど、手元に残る分は差し引きで、1割程度とされてるの。せっかく働いてもそれじゃ、さすがにやる気はそがれるわな。しかも、さらに頑張って生活保護を抜け出した場合、生活保護より、むしろ生活水準が下がってしまう場合が多いのよ。生活保護費は、生活扶助や住宅扶助に、敷金礼金も支給されて、医療や介護の自己負担額は無料、教育扶助については、高校や専門学校の学費、なりわい扶助では、運転免許取得のための、教習助代も出る場合があるわ。マジかよ。至れり尽くせりじゃんか。ところが、ひとたび生活保護から脱すると、これらの費用は全額自己負担になるのに加えて、所得税や住民税も支払うことになり、最低賃金程度の時給で働いたんじゃ、とても生活保護費を上回る生活水準にはならないのよ。よし決めた。俺も将来は生活保護受給して、悠々自適な国家依存ライフを満喫するわ。こういう人が出てきちゃうことを、当人のメンタリティのせいにするのは簡単なんだけど、弱者救済の制度そのものに、問題があるのは確かなのよね。そうそう。悪いのは俺じゃなくて、みんな世の中の方なんだって。よく言われるのは、生活保護費と最低賃金でいられる収入の逆転があるので、生活保護費を削減すればいい。って意見ね。その辺って、一時期バッシングがすごかったよな。そうね。元財務省主計局の魔女が先導して、大々的なプロパガンダが実施されたことがあったわ。あれだろ？それなりに売れてる芸人の家族が、生活保護を受けてたっていう。生活保護って、親族に収入がある人がいたら、受けてはいけないって制度ではないし、親族扶養を義務化すると、共倒れが起きる可能性があるから、そっちの方が問題が大きいのよね。それに、流行り病で注目されたけど、親族への扶養紹介って手間がかかって、2017年の厚生労働省の調査では、年間約46万件の扶養紹介が行われて、援助につながったのは、1.45% に過ぎなかったのよ。ものすげえ紹介数の上に、ほとんど援助につながってないんだな。これ、職員負担が半端ない上に、かけてるコストも税金なのよね。無駄な行政コストの典型だな。そういう背景もあって、扶養紹介については、見直しの議論が起きてるくらいなのよ。福祉政策に問題があるっていうと、費用削減や扶養義務化って話になりがちだけど、
受給世帯の中身を見ると、半数が高齢者で、その他も傷病、障害、母子家庭、就労能力があって受給してる人の割合は、決して高くないの。しかも、その人数も景気状況に大きく左右されるから、受給者を追い詰めるタイプの解決策は、状況改善にならないのよ。まあ、生活保護バッシングなんざ、8割方は怨念の類だろうからな。この手の主張って、カッコつき脳派の支持者が多い印象だけど、じゃあ、反対側のカッコつき左派が支持するタイプの政策がいいかというと、そっちにも問題があるのよね。左派って言うと、お花畑の野党連中なんかか？ええ、こちら側の典型的な主張は、働いて収入が低いのが問題なんだから、最低賃金を上げろってものね。それもよく聞く言い分だな。これなんかは、曲がりなりにも働いたことある人ならわかると思うけど、雇い主って、出た利益の中からしか、人件費って出せないから、最低賃金さえ上げさえすれば、全体の労働者の所得が上がるってわけじゃないの。景気状況に関わらず、無理な賃上げを行おうとすれば、企業は雇う人数を減らしたり、就労時間を短くして、失業率や労働環境の悪化を招くだけなのよ。そのくらいのこと、説明されるまでもなくわかりそうなもんだが。そうね。最低賃金の引き上げを行うためには、そのための経済環境が整っていることが前提なのよ。経済学的な処方箋としては、まずはマクロの需要喚起政策で景気状況を改善し、雇用を増やすことで、待遇の良い職に就きやすい環境を作ること。景気良くなって仕事が増えや、給料高い仕事に就けたり、時給だってアップするもんな。ええ、賃上げを実現するためには、企業間での人材の取り合いって状況が重要なの。ここで、みんな大好き新自由主義の元祖、ミルトン・フリードマンの言葉を紹介するわね。大半の労働者にとって最も頼りになる有効な保護者は、多数の雇用者が存在しているという状況そのものである。もしもある雇用者が十分な賃金を払わないならば、他の雇用者が喜んで払うと言い出すだろう。つまり、数多くの雇用者たちが競争することこそが、労働者にとっての本当の保護となる。ほう、これが新自由主義の立場か。雇用者って、慈悲や情けで労働者を雇うのでも、生活保障のために給料を支払うわけでもないの。あくまで、その人を雇って仕事をしてもらえば、より利益を上げられると思うから人を雇うのよ。逆に言えば、人を雇えば利益を上げられる経済状況を作れば、給料を上げてでも、より多くの人を雇おうとするってわけ。経済学の知識なくても、言われや当たり前の話だな。実際、アベノミクスと呼ばれる需要喚起政策を行ってからは、総就業者数、非正規及び正社員数、GDP 及び雇用者報酬、おまけに最低賃金アップ率、どこをどう見たって、雇用情勢って改善したのよね。あれだろ？団塊世代の大量退職で非正規増えただけとか？そういうこと言って、現実を受け入れたがらない人っているけど、抜けた団塊世代の穴埋めに、非正規雇用が増えただけだったら、総就業者数が増えた上で、正社員と雇用者報酬全体が増えたことを説明できないし、定年を早めると、雇用改善が起こって賃金が上がるって、おかしな結論が導かれることになるでしょ？いやー、アベノミクスは格差拡大しただけだって、野党第一党が検証結果出してたぜ。そう思い込みたい連中には、勝手に言わせときゃいいのよ。まあ、お前らに政権を担わせることなんざ、金輪際ねえぞって言うな。それはともかく、就労能力がある人を、生活保護から抜け出させようと思うなら、マクロでできることは、需要喚起による雇用情勢の改善。そして、ミクロの処方箋としては、生活保護を抜け出しやすい制度設計にすることね。現状出ている案だと、生活保護を受給しながら働いて収入を得たなら、その分の保護費を差し引くのではなく、就労で得た所得の一部を積み立てて、生活保護脱却後の資金に活用できるようにすることよ。つうか、今ってそういう風になってないんだな。
案としては随分前に出てるんだけど、未だに制度として確立されてないのよね。あとは求職者支援制度って、無料の職業訓練や、生活費を給付するものがあるんだけど、収入要件が、本人収入で8万円以下、世帯収入だと25万円以下とか、資産要件では、世帯の金融資産が300万円以下、土地、建物の所有に制限があるとか、いろいろと使い勝手が悪いことが指摘されているから、こちらの要件緩和も必要になるわね。なんだよ。結局は働けって話か。福祉政策で重要なのは、使いやすくて社会復帰がしやすい制度。つまり、入りやすく出やすいことが望ましいの。にもかかわらず、生活保護は入りにくく出にくいのよ。利用する資格がある人のうち、実際に利用している人の割合である補足率は、他の国に比べて極めて低く、2割程度しかないの。近頃の流行り病で、さすがに利用者は増えているけど、もう少し、利用しやすい制度にしたり、第二のセーフティーネットも用意しないと。いざ生活困窮した時に、自分たちの首も絞めることになるの。ああ、前回の動画でやった、情けは人のためならずか。そうよ。人にかけた情けは、巡り巡って自分に返ってくるものなのよ。その上で、次回は究極のセーフティーネットの話をするわ。何？究極のセーフティーネットだと？ええ、鍵を握るのはこの人よ。おお、三宅先生か。違うわ。三宅先生はこっち。さっきも紹介したけど、この人は、ミルトン・フリードマンよ。ああ、新自由主義の階層だよな。そうね。というわけで、次回の動画のテーマは、新自由主義が弱者を救う。なんだって。はい。今回はここまでね。やべえ。これは次回が気になりすぎるわ。まあ、この動画シリーズ見てる人なら、おおよその察しはつくとは思うけど。そう言うなよ。この手の引きってのは大事なもんだぜ。というわけで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくな。よかったら、関連動画も見てほしいわ。それじゃあお兄ちゃんたち、まったねー。